テイラー・ハリー・フリッツは、アメリカ・カリフォルニア州ランチョ、サンタフェ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーで、シングルス一勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス24位、ダブルス115位。身長193センチメートル、体重86キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。母親もテニス選手で3度のグランドスラム。 準々決勝進出経験のあるキャシー名である。全仏オープンの男子ジュニアシングルスで決勝に進出、トミー・ポールに敗れ、準優勝。6月のノッティンガムオープンでツアー初出場を果たすと、1回戦でパブロ・カレーニョ・ブスタを破る。全米オープンの男子ジュニアシングルスで決勝に進出し、全仏で敗れたトミー・ポールを、今度は破り、優勝した。9月にプロ転向すると、 チャレンジャー大会で優勝2回、準優勝1回を飾る。年間最終174位。前後前のハッピーバレーチャレンジャーで優勝すると、前後オープンでグランドスラム初出場。1回戦でジャック・ソックに4から6、6から3、6から0、3から4、4から6で敗れた。2月のメンフィスオープンでは2回戦で、第2シードのスティーブ・ジョンソンに7から6、 7から6で勝利すると、準々決勝でベンヤミン・ベッカーを破り、アメリカ人としては、マイケルちゃん以来の若さでの準決勝進出。さらに、準決勝でリシャル・ダスベ・ランキスを破り、ツアー3大会目にして、決勝進出。決勝で、世界ランク7位の西コリケを対戦し、4から6、4から6で破れ、準優勝。自己最高ランクを更新する102となった。 翌々週のメキシコオープンでも予選を突破し、本戦では1回戦、当時世界ランク30位のジェルミー・シャルディを6から4、3から6、6から3で破り、ベスト8進出。自己最高ランク81位となり、トップ100入りを果たす。全仏オープンでは1回戦で同じく若手のボルナ、チョリッチに3から6、1から6、3から6で破れた。ウィンブルドン選手権は、 初戦で世界ランク5位のスタン・ワウリンカに6から7、1から6、7から6、4から6で敗れた。全米オープン前の世界ランキングで53位となる。全米オープンでは1回戦で再び、ジャック・ソックに6から7、5から7、6から3、6から1、4から6で敗れた。フリッツはトップ100の最も若い選手に贈られる新人賞を受賞した。 2017年前後をオープンでは1回戦でジル・ミュラーに敗れた。3月の BNP パリバオープンでは2回戦で世界ランク7位のマリンチ・リッチに46、75、64で勝利した。しかし前半戦は故障に悩まされ、クレイコートシーズンはスキップした。全米オープンの1回戦でマルコス・バグダティスに勝利し、グランドスラム初種類星を挙げた。 年間最終ランキングは104位。2018年の序盤、前後オープンは予選敗退に終わったが、チャレンジャーでは優勝するなど活躍を見せた。BNP パリバオープンでベスト16入りした。全米男子、クレイコート選手権ではジャック・ソックを破り、ベスト4。8月のアビエルとメキシコロス・カボスでは、タナシコキナキシと組んだダブルスで初の決勝進出を果たした。 全米オープンは3回戦でドミニクティームに敗れた。ネクストジェネレーション ATP ファイナルにも出場したが、1勝2敗でラウンドロビン敗退。年間最終ランキングは49位まで上がった。序盤は結果を残せなかった。しかし、6月のイーストボーン国際では準決勝でカイルエドマンドを下すと、決勝ではサムクエリーに6から3、6から4で勝利し、 ツアー初優勝を果たした。8月にはアトランタテニス選手権とアビエルとメキシコロスカボスの2週連続で決勝進出したが、共に敗れて準優勝に終わった。年始の ATP カップにはアメリカ代表として選出され、AS のジョニーズナーと共にグループステージを戦った。結果はアメリカ代表はラウンドロビン敗退。全豪オープンでは、 ケビン・アンダーソンにフルセットで勝利を収めました。その後、ドミニク・ティエムに3回戦で敗れた。アカプルコ・オープンでは、初の ATP500 決勝に進み、決勝では、ラファエル・ナダルに敗れたが、自己最高の24位を記録した。その後は、新型コロナウイルスの蔓延により、ツアーが中断、減少。ツアー再開後の全米オープンでは、ドミニク・コップファー。 自主モンを破り、3回戦進出。3回戦では、デニス・シャポバロフにフルセットで破れた。全仏オープンでは、第27日シードとして出場。ロレンツソネゴに3回戦で破れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。